ケーニヒスフェルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属す、マチソンで、シュタインフェルト行政共同体を形成する。ケーニヒスフェルトは、オーバーフランケン西部バンベルクとバイロイトの間、フレンキシェシュバイツ州辺部に位置し、フランケンジュラ山地中には、アウフゼス川の水源が流出する。ケーニヒスフェルトは、公式には、以下の7つの集落からなる。 ケーニヒスフェルトは、バッテンドルフ及び、シュターデルホーフェンと共に、シュタインフェルト行政共同体を形成する。行政共同体の本部は、シュタインフェルト地区に置かれている。ケーニヒスフェルトは、現行の文章を1973年の市長存在返事から用いている。赤字に、斜めにクロスした2本の銀のイクサコン、その上に、金の王冠、下に、金のホタテ貝。 王冠は、自治体の名前に由来する。二つのイクサコンは、ケーニヒスフェルトを収めた、バンベルクの陪信トルーエンディング白化の紋章。ホタテ貝は、カトリックの聖アーコプ教区教会のパトロンを示す。アウフゼス川水源発生域には、この村は、カロリング王室領であり、チャナイジェショウファンイン・モンテバス、バーサス・ボミアムと呼ばれ、741年の、 ビルツブルグ市教への贈与証明書に初めてその名が記されている。カロリング王室はアウフゼス川の水源近くに王室領を有し、フランク王国の国境警備に当たらせていた。カール大帝は東部のスラブ民族との国境を点検し、ハルシュタとセスリッツをその勢力下に組み込んだ。16世紀になるまでハウプツモールバルトはケーニヒスフェルト付近まで広がっていた。 経済区域は、ケーニヒスフェルトの西周辺部にあった。一方、第二の入植地がアウフゼス川沿いの東周辺部にできていった。この付近からは、スラブ人の生活土器が見つかっている。ケーニヒスフェルト付近の鉄鉱石の鉱脈は、前世時代から採掘、精錬され、ケーニヒスフェルトを経済的な重要地域にしていた。炭鉱工跡、交際の山。 あるいは、例えば、アルツベルクといった農地の名前が王子を忍ばせる。アウストラシア王国の救済カールマンは、741年、または742年に、ケーニヒスフェルトを新たに創設されたビュルツベルク司教に分け与えた。1008年には、皇帝ハインリヒ2世が、その王領をバンベルク司教に送った。1121年に、 バンベルクの家人で司教の陪身がこの地を治めていたことが証明されている。バンベルク司教領創設後も、ビュルツブルグ司教が十分の一税調集計を保持した集落は、ポックスドルフ、ブルン及びホイツマンスドルフであった。ビュルツブルグ司教は、その後も14世紀まで、ケーニヒスフェルトのキリアン教会の後ろ盾であり続けた。14世紀に、ケーニヒスフェルトは、 アウフゼス家の所領となった。30年戦争では1632年にスウェーデン軍の焼き討ちを受けた。この攻撃によって主任司祭フンクがアウフゼス側の水源近くで殺害された。水源近くには彼の殉難を記念するプレートが建てられている。ケーニヒスフェルトはバンベルク司教本部領の一部として1803年の帝国代表社会議主要決議によって バイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により現在の自治体が生まれた。第一次世界大戦では、ケーニヒスフェルト及びその周辺地域に大きな被害は受けなかった。第二次世界大戦末期、ケーニヒスフェルトはアメリカ軍の砲撃に長時間さらされることになった。アメリカ軍に負傷者が増え、 部隊が撤収したため最悪の事態は免れた。1978年5月の自治体再編以後、ケーニヒスフェルトは、シュターデルホーフェン及びバッテンドルフとシュタインフェルト行政共同体を形成した。行政共同体本部はシュタインフェルトに置かれた。17世紀頃のこの村の人口は約1000人程度であった。30年戦争でその数は大きく減少し、 村の気候を維持することもできなくなった。1945年以後しばらくは難民などで人口は増加したが十分な雇用先がなかったために多くの人が立ち去っていった。現在は6つの自治体を合併し、ケーニヒスフェルト全体の人口は1400人ほどである。すでに1340年から1345年にはケーニヒスフェルトはビュールツブルグ市教科に 独自の教区を設立しており、ビルツブルグの司教聖人である聖キリアンを守護聖人としていた。カトリックの聖アーコプスカタリナ自衛教会の防衛兵器はその一部が現存している。現在はバンベルク司教区、ハルシタット、シェスリッツ教区に属するケーニヒスフェルト小教区として位置づけられている。ありがとうございます。